この辺は、はい、結構しっかりしたわさびが取れる。よし、杉さん、はい、行きますよ、はい、わさびをね、はい、他の人のところなんだけど、はい、だから取っちゃダメだよ。あ、取っちゃダメ。大丈夫です。取れないです。わさびを育ててる場所を、秘密の場所を知ってるんですよ。おお、はい。少し見学させてもらって、はい、うちのところのわさび畑を、はい、もうちょっといいものに改良していきたいんで、はい、いいですね。ちょっと勉強させてもらいに行きましょう。はい。すげえな、苔が滑りそうで滑りそうで。本当です。だいぶ慎重に歩いてますねえ。これ危ないよね。今日杉さん靴ちゃんとした、ちゃんとしたのってか、あれ外用の持参してるもんね。ありがとうございます。よし、近づいてまいりましたが、ちょっとだいぶぬかるんでるんで、はい、気をつけて。滑って転んでも全然大丈夫なんだけど、あの転ぶ時言って。転ぶ時はあれですか、言えないかもしれない。ここだ、ここ確か、はい、ほらすごい分かりにくいけど道になってるでしょ。あ、これ、そう、これ滑りそう。ゆっくりね、ゆっくり、はい。だいぶ慎重にあるよ。いしょ、気をつけてよ。はい、大丈夫です。もうやってないのかも。あんまりもうなくなっちゃってるわ。あ、本当ですか。うん、花粉がすごい。花粉、はい、すげえムズムズしてきました。これ杉、これヒノキ、どっちですかね。これ杉の木なのかな、うん、でもさ、あんでしょ、杉の木の次はさ、ヒノキの花粉なんでしょ。はい、立て続けです。そうだよね、両方ダメ、両方多分ダメです。どか一個は。あ、ここもうわさび全部収穫しちゃったみたい。本当ですか。ほら、あー、本当ですね。まあだけどこういう風にだん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 にして、はい、砂利みたいのでやるんだよね。そういうことですね。だからこれがあれか、今植えてあるのかな、小さいのですかね。なんかちょびちょび、なんかねえ、あるよね。はい、そうだよね。だから夏ぐらいになるとあれが大きくなってるのかな。 いつだか一昨年ぐらい夏見させてもらった時にだいぶ大きくなってたんだよね。おお、そういうことですね。うん、動物よけのね、あるとこもやってあるから。はい、よし、じゃあ戻りますか。はい、あれ何、もうすっかりマスクして完全防備じゃん。はい、あの、むずむずしてしょうがない。トゲが、
よいしょ。よし、じゃあ、はい、うちの方に戻りますか。はい、戻りましょう。シュイーン。よし、じゃあ昼飯に行きましょうか。はい、行きましょう。どこに行くかというと、ちょっと小屋から歩いて10分ぐらいのところだよね。あ、はい、そこの森の広場、ここまで飯を食いに来ました。これちょっと怖いからそのまま行きましょう。はい、そうです。でもこう前来た時本当にこんな杉の木なかったけど、あれだね、植えてるんだね。そういうことですね。そうそう、すごいすごい。ちょっとお昼ご飯だけ食べさせてもらいましょう。あ、ちょうどここ平らいし、日陰だし、ここにセッティングしますかね。よし、じゃあセッティング開始。よし、よいしょ。じゃあね、今日杉さんがね、駅弁買ってきてくれたんで気を使わせてしまった。そんなことない。しかも高級じゃん、1250円もしない1個。あ、すいません。超高級じゃん。そんなことない、すいません。東海圏、はい、静岡駅でお弁当買ってきてくれたんで、はい、いただきます。杉さんチョイスの茶飯おー、うまそうじゃないですか。ザ駅弁。お茶、はい、茶です。お茶のあれが入ってるね、はい、静岡っぽくてナイスチョイスです。あ、ありがとうございます。すみません、いただきます。はい、いただいてください。杉さん、さっきわさびなかったけどわさびだ見てきたと思うんですけど、はい、うちのねわさびのところをちょっと案内しますね。はい、お願いします。でね、ここもね上がるんですよ。はい、雲の下があるので、ちょっとこの棒を持って、よいしょ、気をつけてよ。あ、大丈夫です。今日は水が多いな。よいしょ。まあ水が多いからいろいろぶっ壊れてる。そしてここの不織布もダメになっちゃってる。ここにねいくつか植えたんですけど、やっぱしダメで。あ、はい、ちょっとまたこれも今度あれだね、やり直さないと。あ、はい、川に雲の巣が。あれね、意外とね、そこ、ここよく育って、ここ、ここのところにもね、ほら、わさびがあるんですよ。はい、で、さらに言うと、はい、よいしょ。ここら辺？あ、本当ですね。ね、この辺は、結構しっかりしたわさびが取れる。どう、うん、あとここ、ここら辺もね結構あるんだよね、ほら。本当ですね。もう取れるのかな、うん、あんまりね、でもこの手を入れられてないもんで、何が、あ、取れちゃってるのもある。あ、これだ。おー、わさびですね。
ねえ、これ多分もう食べれるんだろうね。そうですね。なんかあれだ、この雨で違う、誰かが取ってってんのかな。そういうこと。あ、なんかね、なんか浮いちゃってるわ、すごい。あ、取れちゃってる。この雨の激流で流れちゃったのかな。あ、そういうことですか。ちょっとこれもったいないんで、せっかくなんで取れちゃってるから、はい、あ、待ちます。使いましょう、使いましょうっていうか、お土産にしましょう。ちょっとちっちゃいけど、まあ、だいぶいいと思うよ、はい、うん、そばに入れたり、あ、うん、足場はどこですか。本当はね、伊豆の方のわさびだともっとでっかくなってるでしょ。ああ、確かに、うん、だけどね、それでも十分だよ、すりおろしてさ。あ、はい、家族で食う分には確かに。そうでございますな、うん、これこっちですか。そう、はい、よし。だからこれで2人いるからね、あの辺をうまく整備して、はい、もうちょっと収穫できるように今年は頑張りましょう。ありがとうございます。よし。